20世紀の百人一首。このチャンネルでは20世紀の100年間に生まれた優れた歌を100回にわたってご紹介します。講師は加藤隆雄先生、司会は田村文乃です。よろしくお願いいたします。今回は川野裕子さんのこの一首から、例えば君ガサッと落ち葉すくうように私をさらって言ってはくれぬか、例えば君ガサッと落ち葉すくうように私をさらって言ってはくれぬか。この歌は森のように獣のように1972年に出された川野さんの第一歌集です。まず、歌の意味から触れていきたいと思います。例えば君という、もう初句から何かしら意表をつくような始まり方をしていますね。そうですね、やっぱり意表をつくようにって今言われましたけどもね、ちょっとこういう始まり方の短歌って今までになかったように思うんですけどね、うん。そして一拍置いて一文字空いていて、ガサッと落ち葉すくうように私をさらって言ってはくれぬかと一息に読んでいるのですけれども、またこのガサッとという荒っぽさがアクセントになっていますけれども、これはオノマトペと言われるものですよね。そうですね、当時やっぱりこのオノマトペ、まあ、これはオノマトペというのは、まあ、文学用語ですね、はい。まあ、擬音語、擬態語っていうふうなものの総称として、はい、まあ言われているわけですけども、まあ、音ですね、音の感覚や状態なんかをね、的確に表現するときにね、使うわけですよね。まあ俳句なんかがよく使っていたものですけども、まあそれをうまく短歌に取り入れたということですね。そしてガサッと落ち葉すくうように、うん、この下の句が私をさらって言ってはくれぬかっていうのがまた強い訴えのある言葉ですけれども、落ち葉すくうようにと、ここでまたようにという、うん、直喩と言われる例えでしょうかね、うん、入っているんですけれども、うん、この使い方はいかがでしょうか。うん、やはりね、斬新だと思いますね。まあ、例えばと言ってますからね、はい、まあ、ようにっていうふうにですね、そうですね、例えるわけですよね、はい、物にね。だから落ち葉をね、ガサッとすくうように自分を救っていくという言ってくれるのか。だから自分をこの、まあ、枯れた葉っぱですね、落ち葉に例えているところが面白いですしね、何かこう、このガサッとってやはりね、この音が、はい、生きていると思いますね。まあ、短歌は調べの文芸というふうにも言われるわけですから、はい、そういう音が非常に大事なんですよね。この今自分を落ち葉のように例えているって先生言われましたけれどもね、この歌集は、17歳から23歳までの作品集で、その中に今取り上げた一首があるんですけれども、決して作者は年を取っているわけではなく、むしろ青春の絶頂期っていうようなところにいると思うのですけれども、まあ、下の句で私をさらって言ってはくれぬかって男性に訴えている女心っていうのはやはり熱いものですよね。そうですね、やはりこれがね、おばあさんだったらね、はい、枯葉に例えられ、いくら枯葉に例えられるとしても、まあああまりこうね、はい、インパクトはないと思いますけども、そのギャップが面白いんですよね。そうですね、まあ当時やはり、はい、落ち葉をこうね、路上で炊いたりとかですね、はい、いろんなところでその落ち葉を炊く風景っていうのは見られたと思うんですけどね、まあ、落ち葉をこう集めてきて炊くわけですけどね、
まあそれがこうたかれて恋の炎になるというふうなこともこのね、そういうところですか、その先にあるのかもしれませんし、あ、いやそれは深い読みで素敵ですね、うんうん、でもこういうふうに言われたら、女性から言われたら先生だったらどうしますか、例えば君、ね、もうガサッと落ち葉すくうように、うん、私をさらっていってはくれぬかって、うん、もうこうしてほしいよっていうのはきっと、うん、まあ、その君という方が躊躇しているから、うん、こうしてほしいよって女性の方から言っている、うん、まあ、河野さん自身の強い突っ走っていくような性格から来ているものもあると思うのですけれども、うんうん、女性としてはその心理がすごくわかるんですが、うん、これを読んだ男性はどう思うんでしょうね。そうですね、やはりナイーブな人だったらちょっと困っちゃうかもしれませんよね。そうですよね、まあ、行動力のある人だったら実際にね、お姫様抱っこをしてですね、なんていうんですか、行動を起こすかもしれませんけども、そうですよね、まあ、それを待っているんでしょうけれども、でもまああえて自分を落ち葉っていうふうに例えているところが、うんうん、河野さんの、まあ、逆に奥にある性の激しさを燃焼させているというところかもしれませんね、うんうん、まあ男は女をさらっていくなんてのはね、例えば伊勢物語なんかでもね、はい、そういうふうなことを書いた段が見られますよね。あ、まあ、昔から好きな男は好きな女をこうね、さらっていくというかね、うん、まあそういうところがまああったということもありますよね。そういうこともきちんと勉強されて、うんうん、歌に詠まれている、うん、河野さんは、京都女子大学国文学科を卒業されていて、うん、この歌集を出される前に角川短歌賞を受賞されています。で、その時に、ちょっと面白いエピソードがあって、大学の学期末試験とこの角川短歌賞の締め切りが2月末に重なってしまって、必須科目の万葉集の講座を落としたっていう話があるんですよね。それ今先生が言われたようなそういう古典を勉強していた河野さんの姿が歌にも教養として現れているのかなという気がしますね。そうですね、やはり国文をね、日本文学をこう勉強していたっていうところがね、はい、奥が深いだと思いますね。まあ彼女はその高校時代からね、はい、もうすでに短歌をやっていたというんですよね。はい、まあそれで大学に入ってまあその幻想派というね、はい、まあ集まりに参加するんですね、同人誌の幻想派、うん、どう書くんでしょう、いわゆる幻想を見るの幻想ですね、はい、幻想的というかね、その幻想派という集まりがありまして、ね、まあこれは当時前衛短歌の影響だと思いますけども、はい、塚本邦夫がよくね、はい、まあ、幻想という言葉を使ってましたので、まあ塚本邦夫を信奉する人たち、若い人たちのこう集まりというふうに解釈してもいいと思うんですけどね。あ、なるほど。まあ、実際その集まりに塚本さんなんかが来てですね、はい、まあ、歌を披露してくれたなんていうふうなことがあるんですが、まあ、実はそこでですね、はい、河野裕子さんは後のね、伴侶となるですね、永田和弘さんと出会うわけですね、はい、うん、その最初の集まりの時、歌会の時にね、まあ2人が最初に会ったということはいろんなところで書いてらっしゃるんでね、まあそうなんでしょうね、うん、今塚本邦夫の名前が出ましたけれども、うん、さっきお話ししました角川短歌賞の選考の時にも、うん、塚本邦夫が、その選考に当たっていましてね、うん、でみずみずしい感性がややもすると定型に収まりきれないという心配をこの河野さんが出した角川短歌賞の作品について述べていたんですね。でこの、作品は桜花と書いて桜花と読むのかもしれませんが、
王冠の記憶という、50首なんですけれども、うん、これはあの内容は恋人のこととか、うん、青春の日々が本当にみずみずしく歌われていて、うん、波長になっているんですけれども、うん、そうした塚本邦夫の指摘というのはやっぱり当たっているんでしょうか。そうですね、やっぱりあの当時やっぱり波長ということはですね、はい、まあ、塚本邦夫はもうこれはあの、意図的に歌をこうギクシャクさせるというか、はい、韻律を滑らかにしないというふうなね、はい、ことを、まあ、主張していたわけですし、自分でも、はい、そういう歌を作ってましたよね。だからまあそういう影響もあったと思うんですよね。あ、それなのに、まあ、あの塚本邦夫自身がそういう心配がちょっとみずみずしすぎて、うん、感情がおそらく溢れてしまって、うん、定型を、超えてしまうのがどうかなって言ってるのも不思議なことというか興味深いですね、うん、だからまあそれは危うさというよりもやっぱり定型を超えるぐらいがですね、はい、やっぱり、定型詩である短歌にとっては非常にいいことのようにね、思うわけですね。まあ、いわゆる定型の機能をこの十分使うということがね、短歌にとっては重要なことなんでね、はい、うん、それを、まあ、ある意味意識して、うん、川野さんは勉強されて、その3年後に最初に挙げました森のように獣のようにの歌集を出す、その中に、例えば君の一首があるんですけれども、うん、これは1972年ですから、うん、ここで女性の短歌の歴史というのが川野さんから少しずつ変わっていくのでしょうか。そうですね、やはり一番なんていうんですか、当時取り上げられたことはですね、はい、戦後生まれということですね、はい、おそらく昭和21年に生まれたということだと思うんですね、はい、で戦後生まれの歌がですね、まあ、非常にこう、感覚的にみずみずしい、ね、はい、あまりこう今までのこうなんていうんですか、戦争の暗さとかですね、そういうものをこの持っていないというところがですね、やっぱり新しさとして受け止められたところじゃないかと思うんですね、うん、まあ伸びやかな歌というんですかね、まあそれがその、まあ、先ほども言った草紋歌というね、はい、まあ、恋の歌、ね、ということであったんだろうと思いますけどね。草紋歌というのは昔から、うん、もう万葉の時代から読まれているように思うのですけれども、この川野さんはまた違うんですか、戦後生まれの人の読み方っていうのは。そうですね、やっぱり草紋歌というのは1000年以上の歴史があって、まあ、これはまあやはり、はい、人類のに恋というものが存在する以上何らかの形であるわけですからね、まあ、ただそれはやっぱりその時代その時代のですね、時代的雰囲気を取り入れながら、はい、ね、ベースである草紋という恋心っていうのは変わらないにしてもですね、そうですね、その時代その時代のですね、はい、様式なり、まあ、風俗なり、うん、世相を取り入れながらですね、草紋歌が作られるということだと思うんですね。うーん、で、まあ、むしろこの歌の特徴はですね、はい、やはり例えば君という歌ですけどもね、やはり前衛短歌というものがありましてね、これはまあ塚本邦夫さんなんかがこう進められてきたものですけども、この前衛短歌運動が行った一つの大きな要素として隠喩ということね、隠喩、隠喩、隠喩、これは隠喩というのはね、はい、直喩隠喩っていうのが、まあ、この比喩の、まあ、はい、最も典型的な比喩になるわけですが、直喩っていうのはですね、まあ、例えば、ガラスのような心ね、というふうにこう表現するわけですけどね、先ほどの歌もそうですよね、うん、で何々のような何々、はい、まあ、例えばガラスのような10代っていうね、で例えばそれを、まあ、ガラスの10代と言ったりね、まあ、いわゆるガラスの時代ねとかね、まあそういうふうにようなの部分またはようなの後ろの部分を省いちゃう、これが隠喩ですね。で
ゼータン運動ってこの陰陽を非常にこのなんていうのかな、はい、たくさん使ったんですね。まあそれに対してこの川野さんの歌はこの直喩の魅力っていうんですかね、もう直喩のがこの分かりやすいんですよね。そうですね、非常に、うんうん、明確というかね、はい、でその典型的な歌がやはりねこの例えば君という、はい、このた本当にもう直喩の典型的な例えばなんとかなんとかのようなっていうこういうねあの歌で、うん、まあこの歌はだからあのまあ当時のまあレトリックまあいわゆる短歌のね技術としてもねなかなか面白いものを持っていたと思うんですね。うん、まあそこまで考えて川野さんが作っていたんでしょうか、それとももう気持ちのままに、うん、もうあのさっきお姫様抱っこして自分をどっかにで強い男性からのアプローチを求めている気持ちを率直に読んで出た言葉なんでしょうか。うん、やっぱり技術がね、はい、あって初めて心を表現できるわけですから。あ、技術があって心ですか、うんうん、やっぱり技術というものを持ってないとね、うん、心もねうまく表現できないと思うんですね。難しいですね、うん、技術を学んで心を読むと理屈っぽい歌になりがちかと思うのですけれども、うんうんうん、先生はそうは思われないんですか。やっぱり心技術が先にあって心が読める。まあ技術がね露出していてはいけないんですが、はい、技術はやっぱりある程度持ちながらそれがやっぱり消えないといけないですね、どっかでね、うん、技術的なものがね気配がね、そうするとやはり面白いわけで、この場合はやはり明らかにこの直喩という技術ですよね、はい、短歌の、まあ、これをレトリックというんですが、そういうふうなものをまあ使いこなしている、実に見事に使いこなしたね。優しいですよね、うん、優しく知識技術を見せびらかすのではなく、うんうん、誰もが分かる気持ちを歌ってるから誰しも率直に感じることができるんですよね。共感を得ることができるんですよね。だからスッと入ってくるっていうのの中にはそういうその比喩の分かりやすさっていうことがあると思いますし、はい、もう一個はねそのくれぬかっていうこういうちょっと問いかけるような、ね、そうですね、これがまあ後のその口語短歌なんかにねつながってくる一つのね、ものだと。これも一つの技術ですね、短歌にこの口語を入れるっていうのね、うん、これはよく田原町さんを思い浮かべますけれども、うんうん、そうではなく川野裕子さんがスタート地点にあったんでしょうか。まあ、口語の歴史っていうのはね本当に長い歴史がありますので、はい、まあ昭和の初期なんかは非常に口語短歌全盛時代があったんですけどね、まあですから口語の新しさっていう意味ではね、はい、まああれでしょうけどもね、まあ戦後にもう一度そういうのが復活されるというところが面白いところだと思うね。うん、うん、そしてまあなよなよしていないこの女性の勢いのある若さっていうのが、うんうん、またもう一つのポイントかもしれませんね、うん、でまあ、それから8年しまして、第3歌集「桜森」を出すんです。1980年になるんですが、次の、歌としてこちらもご紹介させていただきます。